れはもうお父さんじゃない。私を呼んでる、父さん。やめろ、危ない。じっとしてろ。さあ、手を伸ばせ。いいぞ、行って娘さんを救って。諦めるな。さあ、こっちだ。どうしてみんな死んじまうんだ。エレンは、こんなのひどすぎる。なんで、こんな。何が起こってるんだ。くそ。やめて、ミランダ様。ああ、おい。一体誰なんだ。死が訪れたのじゃ。行けば命はないか。これはこれは、まだ生き残りがいたとは、タフな奴がいたもんだ。誰だお前。ほう、よそ者か。面白い。ミランダが見たら喜びそうだ。いい子にしてろ、もうすぐだ。
他のものでは力不足でしょう。私の娘たちなら存分に楽しませることができます。それに我がウィドレスク家にお任せいただければ、あなた様に最高の。そこに置いてよ、ブサイク。私が見えないでしょ。待て。ねえ、つまり来たよ。てめえらうるせえぞ。なんだここは。こいつを独り占めして何が面白いってんだ。この俺なら全員が楽しめるショーを見せてやる。なんてくだらない、安っぽいサーカスなんて誰が見るの。この男が苦しむ様は私が。どうせ誰もいねえ城でこいつの何を切り落とそうってんだろう。互いの言い分は分かった。片や一方は理屈に及ばぬようだ。だが我が意は決したぞ。ハイゼンベルク、この男お前に委ねよう。マザーミランダ、どういうことですか。ハイゼンベルクは幼稚な上、あなたへの忠義も疑わしいというのに、私めにお任せくだされば滞りなくその男を。ガタガタ言ってねえで、自分が負け犬だと認めちまえ。餌が欲しければ他当たれ。その口はおとじ坊や。今は大人が話してるの。坊やだ。てめえこそミランダ様に盾つく気か。お前は責任というものを全く理解できていないので。通体がでかいとエゴまででかくなっちまうみてえだな。おい、俺のことは無視かよ。静まれ。我が命は絶対だ。意義なら認める。身の程をわきまえるがいい。どう思う、お母さん。では親愛なるけだものの諸君、長らく待たせたな。いよいよゲームの始まりだ。そんじゃ期待してるね、イサミ。準備はいいか。おい、エロマン。誰かよ。